はい、どうもジルです。ということで今回は2022年最新版クリスタルの集め方ということで、プロセカのクリスタルはどこで集められるのか、また1ヶ月で何個集めることができるのかについてね、詳しく話していこうと思います。こういったプロセカに関する情報動画やガチャ動画をね、いつも投稿しているので、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。では早速本編行きましょう。今回はね、ライブプレイ、イベント報酬、その他、この3つに分けて、どこで石がもらえるのかと、何個で石がもらえるのかを数えていって、それを最後に合計して、1ヶ月でね、約何個クリスタルがもらえるのか計算していこうと思います。まずはライブプレイについて、プロセカではですね、楽曲報酬というものがありまして、楽曲をプレイして一定の条件を満たすことで、ね、クリスタルを入手することができます。まず1つ目がスコアランクですね、こちら C、B、A、S の4段階があって、これで10個、20個、30個、50個、合計で110個ね、もらうことができます。これがライブをプレイした時のスコアがね、いくら出てるかによってね、変わってくるといった感じになります。基本的には編成を強くしていけばね、もらえるんですけど、マルチに行くとね、サクッと回収することができるんで、ぜひね、皆さんマルチの方でライブをプレイして、石を回収してみてください。もう一つが、ハード以上のコンボ数でもらえる石ですね。こちらハードの場合はフルコンボ、エキスパとマスター、この2つにおいては、上の2つですね、だいたいこれが800とか、まあ楽曲によっては1000何百コンボ、1100、200コンボ以上、それとフルコンボをした場合、こちらでクリスタルがもらえて、合計でハードで50個、エキスパで70個、マスターで70個の合計190個ね、クリスタルをもらうことができます。一応これまで実装されている楽曲が200曲近くあるんでね、その辺を全部含めるとめちゃめちゃ大量の石を集めることができるんですが、今回はね、1ヶ月ごとどのくらいもらえるかっていう計算をしたいので、一応プロセカで1ヶ月に追加される楽曲が6曲程度なんですよね。前は5曲ぐらいだったんですけど、最近は増えてきています。あとは、周年やゴールデンウィークで楽曲追加キャンペーンがあるので、実際はもう少し多いんですけど、今回はね、1ヶ月6曲としてね、計算します。スコアランクの方で合計110個、コンボの方で合計190個、合わせて200個が月に6曲程度追加されるんで、だいたい1ヶ月ライブプレイの方で1800個ほどね、クリスタルがもらえる計算になります。ただね、こちらマスターもフルコンしているっていうのを前提で計算しているため、実際の実力にもよるんですけど、まあだいたい1300個から1500個程度になる人が多いと思います。ただね、動画上では最後に最大いくら確保できるのかっていうので、ね、計算しているんで、ご了承ください。はい、続いてイベント報酬ですね。こちらプロセカではイベントが月に3回ね、行われます。で、各種ね、石をもらえる要素があるんで見ていきましょう。まずはイベントストーリー。こちら一つ読むたびに50個クリスタルがもらえて、合計で8話あるので400個ね、石を集めることができます。またイベントストーリー独領後、エリア会話がね、解放されます。こちらね、イベストによって結構差があって、なんか5個ぐらいの時もあれば10個ぐらいね、追加される時もあるんで、ちょっとまちまちなんですけど、今回は間を取って7回で計算します。1回10個で7回エリア会話が追加されるという風な計算なんで、70個ね、もらえる形です。続いてイベント交換所。まずはクリスタルですね。こちらの方が1回で5個交換することが可能なんで、合計で500個ですね。ただこれちょっと特殊で、チアフルライブイベント、こちらの時は300個までしかもらえません。ただね、チアフルライブは終了時にチームが勝利すると200個、負けると150個っていった形で追加でね、報酬をもらうことができます。続いてイベント交換メンバー。こちら2人毎イベントいて、サイドストーリー前編と後編合わせて75個ねもらえるんで、まあ2人なんで150個もらうことができます。さらにですね、ここでキャラクターランクを上げることもできるんですけど、ここはね、個人差があるので今回は省いておきます。次にアフターライブ。こちらがクリスタル300個ねもらうことができます。最後にランキング報酬ですね。こちらは個人差が出るし、最近ね、プロセカのアクティブユーザー数も増えたって言ったことから、今回は10万以内に入れたっていう風にね、計算してクリスタル250個でね、計算します。ってことで、今までね、喋ってきたイベントの報酬のクリスタルを合わせると合計で1670個で、これが1ヶ月に3回行われるんで、イベント報酬すべて合わせると1ヶ月で5010個クリスタルをもらうことができるというね、計算になります。
では続いてその他のねもらえるクリスタル見ていきましょう。まずはログインボーナス、こちら30日換算で1180個ですねもらうことができます。意外とログインボーナスってクリスタルもらうことができるんですよね。はい、続いてライブミッションですね。こちら450個クリスタルをもらうことができます。アップデート以前はですね合計で1000個ほどもらえてたんですが、ちょっとねアップデートがあってからはアイテムがねかなり美味しくなった代わりに石がね550個ほど減ってしまいました。はい、次にチャレンジライブですね。こちらライブの報酬として10個、またスタンプの方がね追加されて、こちらスタンプで1日20個、そして7日間連続して行うと、最後にね交換することができて、こちらでね最大100個と交換することができます。こちらですね全て計算すると合計で1420個ほどでもらえるといった形の計算になります。7日目のね報酬についてはまあ4回っていうので28日計算でねしているため、実際30日計算するともう少し増えるんですが、ちょっと計算がね面倒なんで今回割愛させてもらいます。はい、またねこれ以外にも毎日ねプレイをしていたら必然的にプレイヤーランクやキャラランク、またチャレンジステージランク等もね上がるため、プラスでこれがだいたい2000個ほどねクリスタルを集めることができます。特にですねキャラクターランクに関しては、リーダー回数やカード枚数の他にスタンプや衣装を交換することでもね上げることが可能です。やってる人も多いかもしれませんが、アイテムにね余裕があれば星2以下のメンバーは全てマスターランクとスキルレベルもね最大にするのをおすすめします。これをすると少量のアイテムでねかなりのキャラクター EXP を獲得することが可能で、これによりねクリスタルも集めることが可能です。ということで今までね大きく3つに分けて言ったねクリスタルの集め方3種類、これを全て集めるとですね合計で1万60個クリスタルを集めることができます。これがね無課金で集められるクリスタルの1ヶ月の限界量くらいですね。一応これ以外にも無償分では他にワンダホイチャレンジや記念ログインキャンペーン等でね年間1万個ぐらいはねクリスタルをもらえるようにはなっているんですけど、まあここに関してはね量が減ったり増えたりするっていうのがあるんで、今回はね計算には入れずに考えております。はい、ってことで、ね、ここまでクリスタルの集め方について話していったんですが、一応ね初心者の方にはこれ以外にもですねユニットストーリーや初期のねエリア会話と他にも石を集める要素がありますんで、初心者の方はもっとね石を集めることができます。頑張ればね2ヶ月でクリスタル6万から最大9万ぐらいまでね集めることも可能ですので、ね、ぜひ皆さん頑張って石集めてみてください。はい、ではねここからは石の集め方プラスアルファの部分ということで、美課金についてのねお話をさせてもらいます。プロセカではですねこちらプレミアムミッションパス、それともう一つカラフルパスっていうものがあって、この二つはねかなり安い値段で大量のね石を入手することが可能という風になっています。まずはプレミアムミッションパスの方から、こちらですね購入時に1800個、そしてライブミッションの方を終了すると合計で5000個なんで、この2つを合わせて6800個のですねクリスタルを入手することが可能です。続いてカラフルパス、こちら購入時に450個、さらにですね30日間有効でそのうちの14日間毎日ねクリスタル50個をね入手することが可能です。さらに購入回数特典っていうので、カラフルパスを購入するたびにですねクリスタルを入手することができます。これがですね1ヶ月計算ってすると非常に面倒くさいんで、全部足して割る6したね数値を今回は足させてもらいます。で合計で1616個でもらえるといった形になります。なので美課金税でプレミアムミッションパスとカラフルパス、このどちらも買っている方はさっきの1万60個にプラスして8416個のねクリスタルを集めることも可能といった形になります。ただねやっぱ美課金税でもカラフルパスやプレミアムミッションパスを買っても月2万いかない程度っていうのがねプロセカの現状といった形になります。一応さらにねプラスアルファの部分としてチャレンジライブでねクリスタルを集めることも可能です。こちらが最大で9万個程度ですね。これに関してはですね別動画で詳しく喋っているので、よければそちらをね見てください。はい、さらにねここから石の集め方とは少し違う部分になってくるんですが、石がすぐなくなる、なかなかたまらないという人へ、皆さんガチャ金をしろ、もうガチャ金をしてください、もうこれにつきます。このゲームね星4が約2ヶ月半の周期で回ってくるため、1人に絞っていても普通に引いてたらマジで当たりません。だからこそね引くキャラと引くガチャっていうのを絞って石を貯めるのが超重要になっています。これについても別の動画で詳しく話しているので、よかったらそちらも見てください。さあでは最後に本当
当に石がない。でも、今すぐ石が欲しいという方へ、一瞬で大量の石を入手することのできる最強の方法があります。それは、課金です。ボタンをポチって、ポピーンって音を鳴らすだけで、大量の石を確保できちゃうんですよ。簡単でしょ？ジールさんもね、いつもお世話になっています。さあ、みんなも、レッツ課金！はい、というね、ま、茶番は置いといて、今回はね、石の集め方や、1ヶ月でクリスタルがどの程度ね、集まるかについてね、話していきました。参考になったよって方はね、ぜひ、高評価とチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。